星川告られたのか。そうだよ、真冬さんモテモテ。ふーん、豚どもにはやっぱり妹系ロリなんですかね。いや、確かにギャップはあるよなって。真冬さんは卑屈になりすぎだよ。なってないわよ、正論言ってるだけよ。私はそういうの気にしなくていいと思いますけど。でもあんまり身長差あると不便なこともあったりしない？あけど星川と並ぶと普通の男じゃ親子か兄弟になっちまうな。やりにくいこともありますよね。例えばそれ以上言うんじゃねえ。うん、